ゲームとは現実世界と異世界の遭遇と開口である。ということでですね、今日はブラザーホットドッグインニューヨークで遊んでいきたいと思います。見てください、この横からのシルエット、このシルエットを出すのに66時間かかりました。準備 OK、繰り出しましょう、繰り出しましょう。でも繰り出すったってどこに行くのか、あてもなく今日も一日が始まる。退屈と憂鬱と反復を筋トレでごまかしているだけだ俺け。俺はどこにも行けない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 。どこまで行ったって俺はこの町の奴隷だ。 街に誰もいません街に誰もいませんブラザーホットドッグは街中に嫌われているからですでも見てくださいこのシルエットと太陽光のコントラストこのコントラストを出すのに66時間かけたことは皆さんもご存知でありましょう誰もいない街の高速道路と大きな橋が見渡せる街で僕は生まれましたこの道路でブラザーホットドッグは何をすればいいのか目的を見つけること自体がゲームです目的を見つけること自体がゲームです僕の実人生のようなゲームです パラメータ設設定定でです設定が全てですがてところで俺の実人生のパラメーターはどうなっているのか俺のパラメーターはなぜ俺に知らされていないのか俺のパラメーターは僕の実人生のようなゲームです見てくださいこの少し首をかしげたブラザーホットドッグこの寂しさを出すのに66時間かけたことは皆さんもご存知です もちろんです車を用意しましょう。もう1台用意しましょう。このゲームでは常に車を2台用意して1台目を乗り捨てるというルールです。初めて入った会社を3ヶ月で辞めた俺の経験が投影されています。レッツゴー、誰もいません。もちろん街に誰もいません。この短距離を車で移動してすぐ乗り捨てる、すぐ乗り捨てる。車を見せびらかす友達もいないからだ。俺には誰もいないのだ。おはようも、こんにちはも、さよならも、ごめんねも、聞いてくれる友達なんて一人もいなかったのだ。それがこの街だ。これが俺の街だ。俺は誰よりもこの街を愛し、そしてこの街を憎んだ。いつでも喧嘩上等ですが街に誰もいません。なぜならブラザーホットドッグはわいそう はい、友達もブラザーホットロックのシルエットに小躍りしています上空に雷が鳴っています太陽光も綺麗ですこのシルエットを出すために66時間かいたことは皆さんもご存知ですブラザーホットロックが呼んだのでしょうこの雷はブラザーホットロックが呼び出したのでしょう <noise> おっといきなり銃撃されました街中に嫌われているからですいや 気のせいいいででしょう。ブラザーホッットロックと友達以外、街に誰もいないからです。人間は孤独になると幻覚や幻聴に苛まれやすくなるのであります遠くに見える紫色の移動体を銃で狙います銃で狙います銃で狙います何も起こりませんそれは幻想だからです誰かが俺を助けてくれ俺を助けてくれ誰も町にいない誰,も誰か俺を助けてくれもう銃だ本当に俺が欲しいのは町のぬくもりなんだ愛と友情なんだくだらない冗談を聞いてくれる友人が欲しかっただけなんだというブラザーホットロックの叫びが聞こえそうであります おっと友達が自分よりも大きい住居を振り回しております調子に乗った友達を至近距離で見ることほど辛いことは人生にありません調子に乗った友達を至近距離で見ることほど辛いことは人生にありませんブラザーホットドッグは直視することができません鳥が飛んでいきますそして鳥は飛び去っていきます鳥すらも彼らを無視していきます鳥にすら彼らは嫌われているからです もうこうなったら楽しい世界を自分で想像するしかありませんよくわからない飛行機の格納施設の近くで小市民を殴ろう小市民を殴ろうこれが俺の想像力の全てだ小市民を殴ろう小市民を殴ろうこれが俺の想像力の全てなのだ小市民が全力で相手にしてくれなくても小市民の右手に謎のエネルギー体が光ろうともこれが俺の人生なのだ俺の人生こんなはずじゃなかったとそれは小市民の問いなのかブラザーホットロックの問いなのか小市民とブラザーホットロックの実存的不安でありますどうすればいいのかどうすれば俺は小市民と仲良くなれるのか小市民はエネルギー体を振りかざし投稿を見ているその目の先に何があるのか間違いなく小市民の目にブラザ ブラザーホットドッグは存在していないブラザーホットドッグは初めて気づく敵がいないのに武器を持っているどうする俺は誰から自分を守りたいのか正しみを殺せば何かが変わる気がした正しみを殺せば何かが変わる気がした一体何が具体的に変わるのか実存的問題を解決されるのかしないのかこんなことは無意味だこんなことは無意味だこの町は無意味だこの町は無慈悲だ無慈悲で無意味だ無意味な殺人ゲイリー・ギルモアの幻影を私たちは見ているのか今日から僕は泣かない昨日までのようにもう世界は美しくなくなったから遠くまで行くんだ僕らのブラザーホットドッグよ その身とその身を絡み合わせても、休迫した僕らの生活からは、名高い恋の物語は生まれない。さよなら僕たちのブラザーホットドッグ。さようなら僕たちのブラザーホットドッグ。僕たちは遠くまで来れただろうか。街中に嫌われて、鳥と小市民に無視されて、ブラザーホットドッグはどこに行くのか。ブラザーホットドッグはどこで道を間違えたのか。